本城か守る本城か守るから1960年は日本の陸軍軍人政治家初代徳山市長父に本城千馬徳山七市の一人本城清は祖父にあたる1890年東京府立第一中学校に入学1895年陸軍士官学校に入学すると1902年不評 第27連隊に注意として任官し、朝日川駐屯地に赴任。翌1903年、陸軍大学校に入学。1904年2月7日、陸軍大学閉鎖、即日現隊復帰の命令。同年2月10日、日本はロシアに戦線布告し日露戦争が開戦した。かまは8月に、朝日川駐屯地に駐屯していた第7師団に、動員される。 9月には、大人間、第7師団不評、第27連隊、第2大隊第6中隊長となった。同年10月25日、旭川より出撃。11月大阪より、出港、20日大連に上陸、第3軍参加に入る。11月26日には、第3軍第3回旅順要塞総攻撃に、11月30日には、 不評27連隊203高地攻撃に参加した。ここで、伝令将校の野木康則上位と会っている。12月1日、くしくも、徳山七志淳南の同志である小玉玄太郎参謀総長が、第三軍の攻撃最高指導。12月3日から5日にかけて、第7師団不評、第27連隊は、残存兵力を結集し最後の突撃観光し、 12月5日ついに、第7師団は203コーチを占領。当時の逸話としては、203は7で割れる。よって、第7師団は必ず203コーチを取れる。しかし割った答えは29。つまり第7師団の肉弾戦のみが203コーチを、ダッシュできるという壮絶な覚悟の通り、精算な肉弾戦により12月5日に203コーチをダッシュした。翌年9月、 ポーツマス条約により日露戦争は終結。交互級禁止勲章、勲四等旭実章受章に助せられる。1908年、陸軍大学校を卒業。1911年に少佐に昇級し、不評、第25を連隊大隊長となる。1918年、中佐に昇級。1917年、訓令により、第一次世界大戦を視察した。軍中、 第一次世界大戦において使用された新兵器、また戦術の大変化を目の当たりにしたことは、後の陸軍府評学校の教育訓練、あるいは装填、人中用無礼改定に大いに役立った。この欧州視察団により、科学技術の導入、火力機動力の増強、これに伴う編成や教育訓練強化等が要求された。このため同年、陸軍省は、 軍事調査委員会を設け、大正8年相談委員会議開催、同10年には、作戦資材会議が設けられた。同時に視察団は、次なる兵器は、航空機が主役となることを察知し、日本防衛のためには、防空対策が不可欠であるとの確信を持ち、防空研究がスタートすることとなる。1919年、陸軍大佐に昇級し、 不評学校共同連隊長となる。1921年、陸軍航空学校教官権陸軍航空学校下、静文校長になる。翌1922年には、陸軍航空学校教育部長に1923年には、陸軍少将、不評大従旅団長となる。1927年、津島要塞司令官。翌1928年、 予備役に編入される。1929年、徳山町長に就任。1935年、徳山町は徳山市となり、市長に就任する。1939年、任期満了で退任。山口県在京軍人会会長など歴任。戦後、公職追放となる。1960年、82歳で永民。ありがとうございます。